神チューブの神の伊藤です。今回はですね、こちら見てください。新世紀エヴァンゲリオンプレミアムフィギュアアスカサマードレスバージョンということで、これね、2019年に一度ね、厳選にあった景品になるんですが、それのね、再入荷という形になっておりますね。そしてそのアスカのワンピース新世紀エヴァンゲリオン第8話のアスカ来日の時のドレスですよね。そして皆さん、もうおそらくカットされることは分かると思うんですけども、貞本先生のイラストを忠実に再現したこのアスカとなっておりますね。はい、いやね、貞本さん話もね、また長くなってしまって、どうせカットされていますけども、行きたいと思いますね。まずこちらの設定見ていただきたいんですけども、今までのね、ラストミッションのアスカ・マリとは違って、あそこに銀のバーがありますよ。銀色のバーが、シルバーのバーがありますよ。シルバーのバーがね、あれがどうね、邪魔してくるかっていうのがね、ちょっと気になるところなんですけど、まあ、今回はですね、お豆腐サデスさんのお豆腐さんがちょっとね、お仕事の方でアドバイスに来れなかったんで、もう今日はね、本当にすごい先生をお呼びしていますんで、アドバイスの方お願いしますね。はい、お願いします。じゃあ行きましょうか。まずじゃあちょっとこうやってって上に乗っけますね。それでいいですよね。そうですね。はい、こんな感じにして、バーに左側乗せてくれたら、あ、はい、そうです。もうじゃあ乗せますね。大きすぎましたね。はい、大きすぎましたね、これ。ああ、もうじゃあ乗せますね。大きすぎましたね。はい、大きすぎましたね、これ。ああ、ダメですね、これ。ちょっと集中しないとダメですよ、これ。あ、何にも変わらずですね。ちょっと横から見てもらうとあるけど、うん、右側が奥のところが、まあ、ちょっと引っ付いてる感じになってる。そうやね、はいはい、はい、奥を右で返してしまうという、あ、でもバーに当たって動かないですよ。はい、左かけますか。かけましょうか。左かけますか。かけましょうか。左ですね。左です。で、奥ですね。左手前です。どうですか。はい、じゃあ落としますね、とりあえず。はい、はい、行きましょう。質問に入りましたね。質問に入ります。はい、はい、どうですか先生。ちょっともう一回左手前かぎたかったんですけど、位置がちょっとあれです。そうですよね、あまりかけれない状況なんで。こっちかけたいですもんね。そうですね、もうこっち。いや、かけますよ。若干奥じゃないと、もしかしたらかかりが甘いんで。ああ、いいですか。ぶつかっちゃいますね、右が。ああ、なるほどなるほど。これもったいないですね。そう、うん、次なんですけど、はい、一番ずっと押してもらって、はいはいはい、で銀色のバーの若干手前狙ってもらえれば、一番ずっと押して、はい、で、2番が銀色のバーの手前です。あー、ちょっと大きすぎましたね。ほんとだ、すごいな先生、やっぱり。あ、でもいい感じ。 あと押すだけです。押す、押すだけです。押すってなんすか、押すって。あと押すだけです。押す、押すだけです。押すってなんすか、押すって。どこ押すかによって重心が変わって位置があれなんで、うん、そうですね。でも、もう出てる場所行きましょう。全員一周辺行きましょう。はい、わかりました。行きます。さあ、こんなもんすか。こんなもんですね。いい感じです。いいです。いこう。ああ、惜しいです。いこう。ああ、惜しいです。いこう。ああ、惜しい。あれ、しかも引っ掛けてる。ああ、これちょっと、これ見てください。これやばくないですか、もう。これやばくないですか。これやばいですね。これもう、あの、地震とか、最近地震が流行ってるんで、あの、地震とか来たらもう倒れますよね。倒れますね。いや、僕地震待ちますわ。あ、了解です。いいですか。行きましょうか。行きましょう。これはもう、
これはなんですけども、1番右ちょっときつめで、はいはい、もう1番奥行っちゃいましょう、1回。はい、それどんなもんかわからないんで。こんなもんですね。そうですね。ちょっと右が当たるはずなんで、その影響で。やりましたよ、皆さん。結構早かったですね、これ。結構早かった、ね。まあまあ早かったですよね。500円ぐらい取りましたよ。お、本当ですか。おっしゃ、これでも結構ね、難易度高いと思うんですよ。本当ね、先生のお願いと思いますよ、今日は。本当ね、先生のお願いと思いますよ、今日は。さっき前の人も結構苦労されてたんで、これやばいなと思ったんですけど、まあ、よかったですね。よかったです。はい。まあ、そんな感じで、次はね、11月に、アイラミレイ、カッコ歌唱のフィギュアが出ますんで、こちらの方行きたいと思いますね。はい。まあ、とりあえずこちらの方、また家に帰ってから開封して、くるくるくる回して皆さんにお見せしようと思いますんで、最後まで動画の方を見てくださいね。はい。まあ、そんな感じで今回の動画を終わらせていただきます。神チューブの神の伊藤でした。よろしければ、グッドボタンと仲良くなるためのおまじない、よろしくお願いします。いや、これ、かわいいですよね。かわいいですよね、皆さん。かわいいですね。かわいいですよね。バカにしたらめっちゃいい感じですよね。いいですよね。